なんと禍々しい気を放つ剣か。だがそれゆえに鎌倉殿にはふさわしい。そんなことはねえな。ん？その剣、ソウルエッジは俺がもらう。いきなり現れて面白いことを言う。ソウルエッジと申すか、この剣は。そんなことも知らずに手出そうとしてやがったか。後から現れおったというに、ふざけた男よ。しばらくおらぬうちに侍も落ちたものよな。ごたくなんぞ聞いちゃいねえ。しばらくおらぬうちだと？それにこいつのこの格好、いつの時代の甲冑だ。おまけに取り巻きはあやかしの類と来てやがる。まあよい、どのみち見られたからには生かしておく道理もない。この義経の手にかかることを誉れにするがよい。わかりやすくて安心したぜ。強いやつの総取り、そうでなくっちゃな。わかったような口を聞く。無粋なのぶし風情が殺して死んぜよ。みつるぎだ、覚えとけ。やるではないか。痩せっぽっちの骸骨風情に俺をどうこうできるか。次は貴様だ、覚悟しろ。なかなか威勢のいい男だ。久しい、久しいぞこの空気。この男、戦場に流れる気をまとうておる。何？うむか。よもやと思うて来てみれば難儀のようで、牛若様。遊んでおっただけよ、鬼若。ウヌの力借りるまでもない。虫若に鬼若？どこかで聞いたような名だが関係ねえ。まとめて相手をしてやるぜ。我らの名も地に落ちたものよ。牛若は源九郎義経、そして鬼若
武蔵坊弁慶、数百年前にそのような者たちがいたと聞く。ふん、気配がない。何やつ。チッ、またか。語りか、はたまた本人か、そこまでは分からぬがな。貴様、今までずっと見ていやがったな。当然だ。鬱陶しいイノシシ武者が切られるまで待つつもりだったが、状況が変わったようなのでな。面白いぞ、娘。で、どうする。知れたこと。貴様ら人外のものを封じ、ソウルエッジをいただく。け、めんどくせえ。貴様らまとめて刀の錆だ。このアホ侍が。後で相手をしてやる。今はこの者たちを先にせえ。確かにそうか。仕方ねえ。そんなこと言っといて背中から俺を切るんじゃねえぞ。なるほど、それも手か。抜かせ。行くぞ。いざ。敵の前から抜かった。バカだ、バカだ、バカだ。チョコ材な真似しやがって。何事ですの？トロン様。一号、状況報告お願い。その
何なんだ貴様ら。なんか怖い人と。なんか怪生物と。ひろみちゃん大丈夫？うん、一体何がどうなったんですか先輩。なんか僕たちを追っかけてる元辺境警備隊の人たちです。辺境警備隊って、爆突野郎の。誰が爆突野郎ですって。私は女よ。まずいですわね、こんな時に。先輩、先輩、あれを。オクティ、間違いない、オクティ族だわ。トロン様、リーバードもいます。もう何が起こってるのよ。手加減は一切なし。そのつもりでいてね。はい。
行こう。行け。行くわよ。戻ったわよ。敵、胴体反応ありません。一切なし。そのつもりでいてね。
生半可な技では倒れんぞ。つまらねえ。地上の閲楽とな。ならば切り捨てられ、野にさらされる覚悟もできていような。な、この声は。久しいな、義経弁慶。感激よ、うぬか。今度は何者だ。様子がおかしいぞ。感激よ。連中が過去の亡霊の類と考えれば同時だ。悪七病へ過激用のことか。お、滝姉ちゃんだ。おーい、太郎介か。なぜお前が。相変わらずたまらん格好してるじゃん。セクハラ。ふざけるな。質問に答えろ。誰あの小僧は。タロスケ、人の身でありながら魔界と天界を歩き通したワッパだ。三途の川を抜け出した連中を退治しなきゃならなくてさ。三途の川、そして天界に魔界。ちょっと何を言ってるんですの。少し読めたわ先輩。タロスケ、その男は味方と考えていいんだな。そういうことな、過激屋の兄ちゃん。すべて切る。ダメだっつーの。あの姉ちゃんたちが戦ってる相手だけにしろってば。あの悪いやつらだけでお願いします。承知。疲れるな。感激よ、よもやうぬまでが。問答無用、参る。
行くよ。我が立ち筋を。うなれ。これもまた一興よな。
それではミッションスタートします。撃ちます。ナイスコール。オーブルミサイル。我が肉体は鋼と同じよ。いいぞ。さっさと済ませて饅頭食べおっと。油断のならぬやつよ。我か。許して死んぜようぞ。いざ。我がメッキマルが貴様の血を吸いたがっておる。行くぞ、メッキマル、メッキマル。生き残ったか。
私の波動銃が合図よ。わかりました、お願いします。ファイヤー、やっ、オーベルミサイル、わかったわよ。あげるわね。敵完全に沈黙しました。コピー、速やかに撤収よ。お主は我のように戻ってはならぬぞ。